やばいやばいやばい、充電充電塊、充電塊です、充電塊でございます。皆さん、いて、やばい、福ちゃん、小人さん、ミラボ、バリさん、ミラボありがとう。ずっと私ゴロゴロしてた、もしかして。うーん、ありがとう。起きろっちゅうことかな。みんなありがとう。バリーさん、ミラボ、福ちゃん、キノコ、成田のしん、ハート、ヨウヤさん、福ちゃん、キノコ、小人さん、福ちゃん、ミラボ、山猫坊主さん、ミラボありがとう。起きた起きた、フリーズ、充電フリーズしちゃった、充電フリーズしまくっちゃった。ありがとう。起きろ起きろよ、そろそろ気配を入れろよっちゅうことかしら。おつっこりー、マーシャルさん、マサハルさん、ハートありがとう。フリーズフリーズフリーズ様、フリーズ様しちゃった。うん、ちょっとフリーズしてた、ずっとさずっとフリーズしてた、ごめん。マサハルさん、キノコ、いや私の充電は、充電問題は確かに大切、大変。マサハルさん、たい焼きもありがとう。玄関水拭きしてこようかな、今から、今から玄関のお片付けしてきてもいいですか。そう、置き配入れなきゃって思って。今何時、7時40分。私さ、大丈夫、置き配で自宅特定されたらどうする。カラオケする、いい、水、ちょっとお水飲んじゃこ。最近はコップで飲むお水が美味しいことに気づきました。じゃあ風水、風水、風水、なんか風水のためには、なんか玄関は、あ、生活メンバーおめでとうってありがとう。あ、ちょっと待って、うん、ごめん。あのさ、風水のためにはなんか玄関は昨日入り口、出入り口だから。え、お日様さん今日来るの21時以降。もういっぱい配信しようと思ってたからちょうどいいか。ヨータごめん、一杯の水が美味しい、一杯の氷水が一番美味しい。そう、玄関は気の出入り口だから綺麗にねしとかないと、いい気も悪い気も、いい気は来てくれないし悪い気も出て行ってくれないから。あ、そうなんだ。金村美久さん、お寿司さん、お寿司出勤です。ライトカラーが似てる、青と黄色でしたっけ、金村美久さん。玄関にゴミとか置いちゃダメ言うよね、やばい、ブー来た。リカさんから、嬉しい、リカさんから LINE 来て嬉しい。リカさんのことお家に呼びたい。そう、やっぱよく綺麗にしとかないと。じゃあさ、綺麗にするよ今から。リカさんは胸ゆきリカちゃんです、ゆきリカさんですね。ああ、ゴミ袋の口は縛っておかないといけないの。赤いリカさん、え、赤い丸いものを置くといいの、リンゴとかトマトとか。食べ物じゃないよね。ああ、財布を黄色に。いっぱい LINE 来て嬉しい。
お腹ぐるるになっちゃった。あ、今日さ、イモピッピっていうところ行きたかったんだけどやめました。かゆい、うたすぎる。リコちゃんしか知らないってことね。え、ハッピー侍してくれたの。あ、サイン入りゲットできた方は届くよ、サイン書いたもん。え、じゃあちょっと玄関ちょっと綺麗にしてくる。鏡はダメなんだね。でも鏡置いてない、玄関セーフだね。え、何も見えてない、大丈夫。塩をね、巻きます。お尻拭きで代用していこうと思います。クイックルワイパーはないんですよ。大丈夫リコちゃん、赤ちゃんのお尻拭きもね、あの水 99% ですごいなんか風水良さそう。こんな汚いのを放置していたのか。私はまず砂がありすぎて、あ、アリがいる。困るよアリさん。ちょっと待って、アリがいるんだけど。私ほうきとか持ってなくって、
フ？え、ソファーに引き込み、小町がもう埋もれて、女性フ？ちょっと、こっちの親父もすごいね、ミラボ。みんなのおかげ、ありがとう。みんなのおかげで、バンされなかった。バンされても、キスされても、やめろって言われて、もう、え、見て、今から盛り塩盛る盛り塩盛るこれでやっと口が綺麗になるよ。ねえねえ、お手洗いとかさに盛り塩って置いた方がいいのかな。お手洗いとかお風呂と洗面所とかキッチンとか水回り。でも優しいなんか霊がいるよ、いるらしいけどね。あーないわ。完璧です。玄関が綺麗になりました。よし、わあ、やらないといけないこと完璧です。ふわふわ、ワイラよりも長く放置してたの。なんかワイラ、ワイラごめんね。ワイラより長く放置してました。熱っ熱っ。みんな、みんなありがとう。なあ、ああ、熱い。特技は放置&離席。ありがとう。え、焼き芋ブリュレ、芋ビビ、美味しかった？禁止の紫芋とアイスが目的かな。え。いや、どんなのがあるんだろうって言って、そうでもその芋、紫芋のアイス気になってたんだけど、はあ、はあ、みんなありがとう。みんなのおかげで綺麗になりました。あの玄関も水拭きできたし、綺麗にできて、この何、9月いい気をね、いっぱい呼び寄せられるかなと思います。そして悪い気もね、スーッとどっか飛んでいけなれると、なれると思います。みんなありがとね。え、さつまいもど、ちょっとみんなの貴族見させて全部。みんなありがとね。おう、こびとさん、ミラボーありがとう。鏡餅確かいける、鏡持ちする。芋ピッピ行きたい。バリーさん、ミラボありがとう。福ちゃんのミラボありがとう。フリマロバカさん、ハートハートありがとう。バリーさん、ミラボありがとう。フォーヤさん、ハートありがとう。え、タワレコ行きたい。福ちゃん、ミラボありがとう。フォーヤさん、バラありがとう。フォーヤさんありがとう。キノコ音符ありがとう。え、メールも送んなましや。あ、でもまだよかった。20時でも、もう20時か。ゆうや、ミラボありがとう。ミラボ、フリマラおバカさん、ハートありがとう。コンコン、ミラボありがとう。バ
バリーさんもミラーボありがとう。ババチャリ、ババチャリなのね。ママチャリ、待って、ママチャリのことババチャリって言っちゃった。ママチャリ四国お入り旅をやっちゃう。四国ママチャリで行くの、いけるかな私。ケツ死ぬ、ケツ死ぬって言ける。赤ちゃん帰りしちゃうかも。フレバロおばかさんハートありがとう。ふっぽさんミラボありがとう。ふくちゃんキノコありがとう。ちょっとババチャリ、わーゆうやーミラボありがとう。ミラボアリさん仲間連れてくる、よくない。アリがいた、アリコリがいた。はじすけさんたい焼きありがとう。置き配届いてた、よかった。出航しちゃった。アンツ楽しんでます。え、すごい、すごいよ。なりとのしん氷ありがとう。ゆうやきのこ、こびとさんもミラボありがとう。はじすけさんきのこありがとう。裏番組って言われてる。ふくちゃんきのこありがとう。はじすけさんミラボありがとう。消毒しました。ポーチプレイには慣れております。ゆうやさんミラボありがとう。ん、呼んでいる君のちょ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 アリさんレインボーストありがとう。バリーさん氷ありがとう。氷ちゃん、ウッポさんミラボありがとう。ミラボバリーさん氷ありがとう。ちゃんと歌おう。ちょちょちょ待って、知らんのよな。ゆうやさんミラボありがとう。ビッグな方の花摘み暇のうちに行くってこと。みんなフリマロバカさんハートありがとう。バリーさん氷ありがとう。しょしょしょじ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 ょちょで歌ってやすくんミラボありがとう。すごいね、みんなのおかげでバンされなかった。ねえ広島さ、今日花火大会なんだよ。やばい、みんなのことこれ、あ、うるさい、めっちゃ響いた。やってるよ。あー綺麗。あー、え、待って待って、ゆっくり見たいんだけど。え、めっちゃ綺麗だよ。うん、バリーさん氷、ふくちゃんキノコ、ふくちゃんミラボありがとう。やすくんキノコ、ほうゆうさんハート、キノコもありがとう。バリーさんキノコレスありがとう。え、ハチュウチョなクリスキー言われてる。もうこっちでコメント読んでるもん。シイバーマサヒロさんかわいい、ありがとう。アリさんもミラボありがとう。バリーさんミラボ、ストチのひさまさんもミラボありがとう。バン帽子ゆうやさんもミラボ。やすくんキノコ、バリーさんたい焼き、やすくんハート、やすくんミラボオタクさん、ふくちゃんキノコ、フリマロバカさんハート、バリーさんたい焼き、ふくちゃんミラボ重かったのうもって、なじゃコンコンお疲れ、ありがとう。みんなこのルーム楽しいよ、私も大好き。はあ、え、広島ドリーム花火やったー、見たかったんだよ。パパチャリ、ババチャリ、ママチャリね。アリ塚、え、アリ塚どうなってるの。私もう全然久しくやってないです。大好き神崎おたろさん音波ありがとう。ともさんたい焼きありがとう。こびとさんミラボありがとう。フリマロおばかさんハートありがとう。ミラボーすごい、ね、ちょっと待ってて、みんなダメだよミラボ投げたら。なんか広島ってドリームが多いの。わあ綺麗。わあ。おわーって言ってる人もいる。多分ここら辺で見てる人いるのか。
って綺麗。え？飽きた？このちょっとで飽きた？パーパー聞こえる？ YouTube でも配信あるの？ゆうやー、きのこありがとう。おりちゃん、たい焼き、バリーさんもたい焼き、成田のしん、氷ありがとう。フリマロバカさん、ハートありがとう。え、楽しい。あ、そうなんだね、広島でね。そっか、8カ所花火がバーン。あー、嬉しい。うん、嬉しい。え、広島ドリーム花火のライブ配信もしてるの？見てみる。だって綺麗だった、広島ドリーム花火。本当だ。みんな見てほしいこれ。え、ガチで目の前でパーンってしてるよ。え、怖い、これ今びっくりしたもん、目が。え、これ、え、こんな感じなんだ。花火を真横で見るかだよ、下から見るか横から見るかの横からだよこれ。これドローンなのかな。現在の広島の様子だって。うわっ、これめっちゃ面白いよ。 YouTube で広島ドリーム花火って調べてみて。え、これ10分間とかだけなんでしょう。あと5分見ようよみんな。あれ止まった。あ、来た。あ、音も。びっくりした、パーカッションの音やった。こんなリズミカルに。え、綺麗。え、この映像で見る方が綺麗だよ。15分間程度。儚いね。わっ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 。ゆるめになってる。そうかも。上空カメラ、花火と目線が一緒でしょ。新番組おめでとう、ありがとうございます。お買い物行ってらっしゃい。すごい、ガチ真横なんじゃない。すごっ、サソリさん、キノコありがとう。え、待って待って、あ、いやもう見るの終えた。みんなと花火大会見るスペイベないかね。みんなと花火するスペイベないかね。え、ね、私やりたいこと結構終わったよ。やらないといけないと思ってた玄関の、あの、もう飽きた人、玄関のお掃除でしょ、塩で水拭き終わったし、結構できましたね。でもさ、玄関に私今さ水の段ボール置いてんだけどさ、あれさ結構さスペース取ってるんよ。冷蔵庫来るときさ、それどけんといけんよね。避難させないかん。食費精算は多分ねじ込めた。冷蔵庫
冷蔵庫はもうそろそろ来ますよ。でもまだ来ない。そうだよね。水の段ボール、そう、ペットボトル、トゥードゥーリスト、ちょっと逃亡リストって何。お日様コーヒーさん、たい焼きありがとう。え、ちょっとトゥードゥーリストさ、ちょっとやろう。でも明日多分朝は結構ゆっくり時間あると思うので、結構時間ゆっくりあると思うから、ちょっと明日朝の、明日の準備は明日やると決めてして、トゥードゥーリストね。私はちょっと貢献ランキングとタワーのお礼ね。するなら10時間配信とセットでやりたい。なんかありがとう配信。あー、浄水器もいいかもしれないけど、ペットボトルを潰して飲むのが好きなんですよね。やばい、明日やろうはバカやろうって。貢献ランキング、ありがとう配信したい。タワーのお礼。え、タワーのお礼はね、結構もう進んでおります。これはでも大抵作っ刻む。あとでも、でもこれはまだ選抜のタワーのお礼なんですよ。で、あのタワーのお礼は、あの黄色と水色のホワイトボードの方に、ここだ、書こうかなと思ってて、もともとあのあれに書いてたんですけど、それだったらちょっとなんか、そのまず20、まずは7月21日のみたいな、8月だった、8月21日にいただいたタワー、22日にいただいたタワーみたいな感じ書こうかなと思ったけど、どう書いたらいいか分かんなくって、選抜発表の日って何本立ったんですか。あれもうみんながいっぱい書けて、勝てて、書け、立ててくださって、分かんない。7月になった、8月だったのに。やばれれ。うん、いやいやいや、私の気持ち以上のものをさ、うん、密告来た、密告。うん、やらないといけないこと他何があるかな。クイックルワイパー、水回り、マジ？でも私9時までは配信したいと思ってたから嬉しい。水回りの掃除、水回り大事よね。花火見えるけど、もう見るのやめちゃった。前歯出しながら言うな。睡眠たっぷりとりたい。トゥードゥーリストで、トゥードゥーリスト、訪問リストめっちゃもろい。おっと、気にしないでもろて。あのチェストの、チェスト掃除、
整理整頓のトンってどんな字？うん、さ、甘え声で言うな。うん、教えてくれてありがとう。そんな字なんだ、ありがとう。断捨離、もう断捨離にされとる。整理整頓、整頓やなく捨てろ言われとる。トンじゃないの、トンじゃないの、かけた。美味しいトンじゃないんや。ありがとう、ありがとう。これでいいかな。綺麗な字、嬉しい。でも結構丸文字よこれは。あ、ゆうなにお手紙書こう。小人さん、きのこちゃんありがとう。あゆうち、たぶん俺、待って、あ、お札か、お札かと思った。もう花火終わった、もうパン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 、もう言わなくなったけど、たぶんのお札じゃないよね、お札じゃないよね。小人さん、ともさん、きのこありがとう。でもちょっとこのここら辺の頃ちょっとできたらいいなと思います。タワーのお札ちゃんとお礼、ねへんだよね、ねへん、ねへんじゃないか、これねだ、ねへん、ねへん、エンドロール、え、ねえねえ、ゆうなんにお手紙書く、1時間も上が、え、1時間も上がってたの。タワーの示す編っていうんか、あれ、ありがとう、教えてくれて、みんなに教育されてる。ゆうなんにお礼書く、あ、お手紙書く、膝の上から書けるか、書きの上で書こう。石井さん、レインボースターありがとう。示す編、示す、みんなが私の、そう、石原優奈ちゃん、
かけないよ。え、もう1万人行くの？すごい。福ちゃん、キノコありがとう。あ、示す辺給仕隊なんだね。はしもちゃん、たい焼きありがとう。福ちゃん、キノコありがとう。嬉しい。でも結構長時間配信してるか。衣編、あー衣編かー、これが嬉しい。ゆうなさん押した方が、なんでリコちゃんだけがいい。ゆうなさんはお友達で、リコちゃんだけがいい。なんかさ、そういうことがあるからさ、私さ仲良くしてる人をさ言いづらくなる。なんか「あやとくん、キノコありがとう」、なんか仲いい人もした方がいいのみたいな感じになっちゃう。リコちゃんだけがいい。めちゃめちゃあの大人げないや気持ち。うんうん、口楽しい。ホワイトはチコ勝ち、かわいいハート尊い、ありがとう。リコチ楽しい。鼻息、あ、ママから連絡来た。ママがええやんって。でもリコちゃんだけがいい。カズさんハートありがとう。みずきかわいい、ありがとう。はは、福ちゃん、福ちゃんキノコリさんありがとう。すごいかわいい、いっぱいふわふわ。うん、ええやんって。確かにね、大人げないわ。カズさんハートありがとう。キノコリスかわいい、福ちゃんありがとう。ほわほわ。そう、でも私の仲いい子のことはみんな好きでいて、っていうか私は STU のみんなと仲いいから、 STU のことがみんなずっと好きでいてくれたら嬉しい。でもその中でもリコちゃんだけをずっとねえ、熱熱熱ねえ、ここ痛い、なんかニキビとかできそう。熱やば。あ、忠誠心違います。ゆめこ姉さんもいっぱいお話とかさせていただいております。でもみんなほんとチコがチコいでしょ、チコがチコいでしょ、嬉しい。でもなんかみんなにすごいさ愛されてる、ファンの方にもそうだし、お利口さんにもそうだし、一押し嬉しいそう、なんかお利口さんからもすごい愛されてるし、メンバーからもすごいなんか助けられてるなと思う。メンバーの存在大事です。
カズさん尊い、ナリトのシン尊い、ありがとう嬉しい、カキカキお返し。でもみんなといっぱい、マニオチキノコリスありがとう、かけてきた。ふふ尊いアムロ、みんな好きよね本当に。えすごい、あともうちょっとで1万人いくって。チコちゃんに一押しにしないと私からの調教が始まるよちょっと調教とか言わないの、状況が始まるよとは。状況状況、状況って何？嬉しい、嬉しい調教あずつき、え、ご褒美調教、あ、1万人すごい、あ、ちょっと M の血が騒ぎ出す、ご褒美ですかって、え、拷問がいいですって言われてる、調教じゃなく拷問ですか。小人さん、キノコありがとう、調教ありがとうございます、1万人あ、ありがとう、みんなのおかげや。でもかけた。1万人超えためっちゃ拷問、拷問とかめっちゃ面白いやん、拷問がいいかもです。できたできた、ミラボありがとうミラボ来た、1万人ありがとうございます。フリマのおバカさんハートありがとう、えへえへへ、拷問面白いああ、うん、ミラボの配達が来た。うーん、他に何しないといけないんだっけ私って。みんなガンダム好きなのね、釣られてるの。確かに私にしつけられてるよね。うーん、かわいい。黙魚する？ASMR ルービックキューブ、とりあえず生きとけば大丈夫。結構長時間配信してる。
ASMR。 成田のシーンかわいい、ありがとう。え、ねえねえ、もぐらコロッケのさ LINE スタンプ買っていいかな。え、みんなプリキュアも好き？でも私もプリキュアで育ちました。もぐらコロッケのさ、え、全然疲れてない。あ、セーラームーンは私も好きです。あのうさぎちゃんが死にかけるとか言ったらいけんけどのは、そう、え、シンプルでいいでしょ、でしょでしょ。 ASMR 女性の手つきでしょ。私超得意なんだから。爪がもうちょっと長かった。 LINE 教えてくれたらプレゼントするだって。さすがに自分で LINE スタンプ買えるよ。面白い。うん、買っちゃおうかな。私さ、でもコビハムちゃんとかでもやっぱりこじらコロッケ、こじらもぐらコロッケかわいい。こじらって誰？買っちゃいます。買っちゃいました。ママに送ろう。できた。え、幽霊って何？ママに送ってる。お買い上げありがとうございます。え、セーラービーナス、そう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 。ゴジラもいけるよ。ゴジラもいける。みんな好きやね。面白い。小島だよ。かわいいってママが。かわいいよね。長野さんの「こっちも欲しいからこっちも買っちゃう」。そう、こっちも欲しかったんですよ。2個欲しくって買えました。めっちゃ買っちゃおうやん。こっちはチュパカブラもいるんですけど、かわいい。この顔が欲しくて、ママにこんなみたいな顔の、あのモグラコロッケの顔が本当に可愛くって、ちょっと320円課金しちゃいました。 LINE にこんな、もうめっちゃ険しい。え、確かにつぶちゃんに似とるかも。え、やっぱつぶちゃんに似とるかもしれん。なんかつぶちゃんってママから来た。やっぱり私はもぐらコロッケのあのなんかって顔が好きや。え、そうそうそう、そんなゴジラいいの。バディーズさん、ハートありがとう。あなたの娘さんの方が可愛いんですよ、お母様。義理の母になっとるんよね、そこ大事。え、みんな好きなんだね、ゴジラ。リコチ時々方言かわえ、出ちょる。あ、出ちょる。バリバリ出ちょった。出ちょる、受ける。出ちょる。バリバリ方言で笑った。あやとくん、レインボースターありがとう。俺にも送って。 LINE 教えて。つながらんや、やめよ。出ちょった。
すぶちゃんいろいろあるよ。かわいい、嬉しい。これでもう LINE スタンプの課金は終了します。シン・ゴジラ見てない。いつも出ちゃうか。出てる？いつも出てたか。バリバリ山口弁当って言われてる。山口弁当って何？え、ちょっとパシェちゃんとかにも教えちょこ。線形確かに超ね。丸屋の出ちゃう。やってない、まやってないよ。丸屋じゃないよ。やっちょらんけっていうね。確かにやっちょらんけ。力みがめっちゃ可愛いんやけど。このスタンプは使えますな。こういうなんか、なんかこういうなんか購入品とか気になったものとか誰かに何かやっぱり共有したいじゃないですか。そういう時はパシェちゃんとか送りますね。小人さん、きのこちゃんありがとう。ギリマミ、山口弁当、山口弁当おいしいよ。マルルにも送ってあげて。好きな、そう好きな方、それ好きな方いねは言うかも。それが好きな方いねって。ブチかわいいってママがやろ。もうモグラコロッケの虜なんです。ほいちゃん、そう確かにしちょるほいね。 ほといねかな。ともさん氷ありがとう。はしもちゃんたい焼きありがとうね。自分も確かに。でもみんなあくびした後ってビブラート出るよね。え、でも山口県出身の方だったら分かるかもしれんよね。山口ペン出とるかも。パジちゃんから可愛いってきた。はじめまして。ちょっと LINE がちょっと盛り上がっちゃいました。ハレレンさんありがとう、ありがとう。え、わかる。え、ろうそく。え、
え、コロッケ食べたくなってきた。コロッケサクサクでさ、あ、メンチカツもいいね。あ、絶対食べるね。なんかちょっと美女を保たないといけないのが終わったら。え、明日の準備しよく？もう明日って何時なんやろ。マルルに、マルルのことせかしてみよう。まるるまるる、あおいさん、たい焼きありがとう。後輩でこ敬語ばかりだったから。あ、りこちゃん新鮮、ほんと。私みんなにさ、割とあれよね、あのタメ口よね。ありがとう。明日はオンコロライブです。楽しみ。ハムカチュ、いいね。油でそう喉を潤わしたいよね。いいね。私さ、本当に今日のお洋服が本当に可愛くて、今ちょっと同じサイト ZOZO で見てる。 ZOZO で見てます。可愛かったなって。でもなんかやっぱいいな。アリアリってところなんです。ゾゾタウン、ゾゾタウンで見てる。みんなはさ、私からタメ口聞かれてどんな気持ち？大丈夫？わあ、早い。タメ口が嬉しい、よかった。タメ口でいい。え、精肉店で売ってるコロッケ食べてみたい。私さ、セブンのコロッケもめっちゃ好きよ。親しみ感じる？よかった。嬉しい？よかった。タメ口されるの実は嬉しい。なんかは敬語使えよ。え、私の方が年上でしょ。私の方が年上でしょ。ガン飛ばす、ガン飛ばしても口だけはガン飛ばしてないやつ。2月生まれ。ミニストップのメンチコロッケ食べたことない。敬語、え、ミニストップで私ソフトクリームとポテトしか食べたことないの。敬語なんて使われた自分おじさん。もう大先輩よ。だってそんな大先輩やん。人生みんな誰にも口なんて。弟、タメ口上等ですって。あれ、おまるる、あ、マナなんだって。おーおーおーおお、つまりは私は、あ、普通に朝8時配信ですね。明日はちょっとゆっくり準備できる。じゃあ明日することは明日しよう。おー、確かに地球の長い歴史を見たらほぼため。クドの顔になる方法。今日は、今日のリップはリリミューです。え、もうロゴがほぼ消えてる。リリミューです。こんな感じにリップをつけます。嘘だよ。あんまん、同じの使ってる。え、本当に馴染ませ方が超気持ちよ、悪かったね。Google Pixel を使ってます。今日のリップはリリミューです。リリミューを使ってます。あ、で、おでの今日のカバンどこ。あれもう終わっちゃったね。あれ
んとすれ違ってめっちゃいい匂いがしたから、私もいい匂いでいたいなと思った。私もいい匂いでいたい。うん、リップうるうるにした。花火いいね。練り消しマジックやばい、消えなさそう。全然リリミュする。じゃあ俺もって。可愛い色だよねこれ。オイニーグッドっていうの？オイニーグッドって何？王将餃子と唐揚げいいね。食べたい。中華食べたい。食べるならあ、もうメール夜のメール送りた。あ、待って、マネネに返す。マルルに返す。いっぱい新しい LINE スタンプ送った。小人さん、ミラボありがとう。福ちゃん、キノコありがとう。フリマロバカさん、ハートありがとう。うん、今から待って、その後はさ GBT やん。フォーユーさん、ハート。私ら忙しくない？フリマロバカさんもハートありがとう。タコパいいね。タコパ配信したい。リップって美味しいの？ちょっと待って、今汚い、今汚かった、ごめんなさい。こんなの映しちゃって。無味無味無味、汚い。でもなんかスースーするタイプだから、スースーした喉が、ごめんなさい。めっちゃ今汚かった。しかもベロもなんか汚かった。ベロもなんかちょっと汚かった。もうベロを見せない口。マニョチ、たい焼きありがとう。だって今ベロをこう、ベロ折るじゃん、こうやって、こうやって隠したもん。もう喉の方に入れた。カズさん、かわいい、ありがとう。新色も買った。見てない？見れなかった。見なくていい。あおいさん、キノコありがとう。私は花火のことを考えていたのです。我々はウィーのような花火のこと、どういう意味だ？マックのリップって美味しいのらしいよ。みんなでもさ、バニラみたいな匂いするよね。一時期めっちゃドピンク思ってた。葵さん、キノコ。ぼやきえさんもキノコ。しいたけさんもキノコありがとう。隠しなさい、女の子なんだから。ごめんなさい。何した？かわいいけど見てなかったから大丈夫。よかった、見てない。みずきありがとう。キノコ、私の見せられるもうベロはこれだけ。ねえ、みんなにメール送る。そしたら七並べめっちゃするけ。ドゥン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 。人の顔、これ。ちょっと待って、これめっちゃ怖いんだけど。今人の顔、写真撮ったら人の顔に映ったような、人の顔が映ってたような。あ、人の顔でした。ちょっと怖い。薄くて見れなかった。モザイクかけないとメール通んないよ。人の顔でした。ちょっと、うん、ほんとお化けかと思いました。
心霊画像、それ私って。小人さん、キノコありがとう。お品書きが多い。パディーズさん、ハートありがとう。確かに腹筋はどこ行ったんだ。リコチ、時代はモグラコロッケ。そう、モグラコロッケ大好き。かき氷の写真送るね。ミックジャガー誰だよ。エアロスミス。モグラコロッケになりたい。もうモグラコロッケになりたくってなりたくってたまらんくって。でもなんか割と茶色いからいけるかも。私かわいいラインで。みんな何の話してるの今ね。メール書いてるよ。みんなまだモバイルメール取ってない方待ってる。プライベートメール。アールグレイ、あ、嘘つきだ。バリバリ撮ってるよね。バリバリなんか、え、返信してくれてないっけ。どうだっけ。私は結構見てるよ。メール届け、頑張れ。返信、え、アプリも撮ってくれてるの、やばい。ダブル、え、まばめ撮ってるって嬉しい。え、10月21日幕張ニュース、よろしくね。おじさんバンド、バンドなの。え、3つ目のブログ、ん、メールはちょっとブログっぽいかも。写真が3つも載ってるから。写真は1つのメールに3つ載せられるんですけど、そう、一つのメールに3つも載せられるんですけどね。かゆっ。1枚の時もあれば2枚の時もあるし3枚の時もあります。でもね、画像って結構重くって3枚載せたいのに載せられなかったって時結構あります。やばい、猫背。1通1円
1文字10円とは。いつえお得よかった。ここの人の大半はメール取ってくれてるか嬉しい嬉しいよ。返信に、確かに返信にみんなもツイッターだったらいけるけどね。マルルからてんてんてんってラインが来て、スタンプのラインが来て、あ、お待ちよってスケジュール。嬉しい。メールみんな取ってくれてて。験担ぎっていうよね。リコチのサンリオのキャラさ難しいの。でもあのちっちゃいハムスターのやつめっちゃ好き。半角スペース最高や。おや、ちっちゃいあのハムスターのね、コロコロハムスターみたいな。でもさ、あの分かった、コロコロチビコロみたいな。星入ります、星。でも私ね、サンリオ難しいんですよ。誰が好きなの？検閲、あ、メールに返信できるけど確かに検閲は入るね。だからちょっとなんか太もも見せてとか言ったらすっバーン面白い。あ、コロコロクリリンか。コロコロクリリンは好きかも。あのちっちゃいハムスター、コロコロクリリン。でもコロコロクリリン、コロコロクリリン、なんでみんな知ってるの？あ、験担ぎって験、試験の験で、験担ぐ、験を担ぐ、そうやって読むんだ。いいよ。でも誰が好きかって言われたら難しいかも。みんな好きなんだよ。もうコロコロクリリンが好き。クリリンのことかー。うさはなちゃんも好き。ピースタチオと、ピスタチオエスプーマ、ピスタチオは何？プリプリワンピースとはちょっとびっくりしてる。プルプル、GBT 来る、 GBT 太もも解禁、 FTMM 表記でも絶対ダメだよ。プリプリワンピースって何？そんなの本当にいるの？コロコロクリリンじゃなくプリプリワンピース？調べてみる。プリプリワンピース順位って出た。あ、うん、あ、なんか YouTube になった。かわいい。ゆるるん、コロロン、キリリン、ピョロロン、ちょっと好きかもしれん、好きかもしれん。ともさん、きのこちゃん、ありがとう。いいかも。やばい、あと1分で GBT。もう私雪帽子の最善オタクになりたい。うん、向こうにいてるよね。もう
ずっと面白い。 GBT 来る、やばい、もう GBT だよ。 GBT どこに飛ぶの。ブス、よーし、かき氷メール送ったよ。お、もしかして手動。こんばんは。おお、ありがとうございます。すごい、お寿司って、ナオミク天才だね。すごい、もしかしてお日様さんですか。嬉しい。手動、みんな自動、あ、手動嬉しい。みんななんか手動で来てくれるの本当嬉しい。なんか自動だったらなんかキュンキュンだけど、なんか自動だったらあ運命だって思うけど、手動だったらそんなにみんな好きでいてくれてるのかな、嬉しいってなるもん。ヤッホー、今私はプライベートメールを書いております。手動、そんな私のところ来てくれるのなんかさ、自動飛び飛びサービスは結構あったけど、手動飛び飛びしてきました。手動できましたわ、めっちゃ面白い。自動と手動で分かれてるの。選抜おめでとう、ありがとうございます。皆さんみんなの応援のおかげで、お利口さんみんなのおかげで選抜に入ることができました。お日様兼お利口さんって言ってくれる方がすごい多くて、私結構嬉しいんです。養われてます、ありがとう。手動嬉しい。両方とも見ててありがとう。ずっとね、もう私17時半ぐらいから配信してるのか、ずっとそれからずっと見てくれて、皆さんありがとうございます。今プライベートメール書いてます。今4通目送った。4通目だよね。うん、4通目。結構画像が今日は多いですね。やばい、また君か。そう、自動の時のまた君かもう嬉しい。リコチ、ナオミク、リコチ、ナオミクさん天才ですね。テストも真剣にさ、あれだよ。そうですね、小坂奈さん、小坂奈緒さんはお誕生日でしたから、おめでたい。今5通目送ります。みんなありがとうございます。ヨーカノさん、レインボースターありがとう。リアルタイムにメール書いててリアルタイムに届くよ。手動嬉しい。手動、皆さんこんにちは。また君かってずっと言ってくれる。
年上なんですよね。すごいよね。21歳です。実は選抜に入ることができたんです。あの頃皆さんにいっぱいお会いしてた頃、はい、とびとびサービスとかでお会いしてた頃は選抜目指してるんです、悔しいですって言ってたけど、今はその夢も叶えることができたんです。初選抜おめでとうございます。ありがとうございます。そう、この雑誌はさ、指原さんのさ、何、思想が詰め込まれてあって、すごいその思想がすごい好きで、なんか私の人生変えてくれた思想とかもいっぱいあるので、お守り代わりに置いてます。ちょっと近くにいてほしいなと思って。ありがとう、おめでとう、嬉しい。ともさん、きのこありがとう。でももっともっと選抜に選ばれることが夢だったけど、その夢が叶った今はもっともっと大きな夢を叶えていきたい。でもまだ今は目の前にあることに必死で、なんだろう、必死だから、また夢が見つかったら、っていうか今の叶えた夢の責務を全うすることができたら、また夢を見つけて叶える旅に歩んでいきたい。私の所存です。小町がちょっともう離脱しよる。でもいっぱい、ね、シングルの発売は11月1日です。なので11月1日はちょっと楽しみに待っててください。楽しみだ。また君か。僕なんかうまい。確かに。ありがとう。あ、ちなみにお話し会とかもうね、発売、あ、販売はね、そう、そのシングルのお話し会も今絶賛受付中なので、もしよろしければ、お、ご都合合う日があったらキャラアニ STU でぜひ、ミートパス、ミーグリじゃないんですよ、ミートパスでぜひお話ししましょう。カズさん、ファイトありがとう。そうなんです、駅に2通来たって。そう、ミートパスタ、今メール送ってるよ。ゆいが独尊見たのそれ。亀吉さん、キノコありがとう。え、もうお日様、純度高めのお日様、お利口さん。まあ、亀吉さん、キノコありがとう。そう、キャラーに STU 検索です。11月21幕張行くよ、楽しみー。リクライン断るっていうあれを、断るっていうあれを、フォーメーション、 STU はフォーメーション発表とかがないかもしれない、もしかしたら。そうそうなんですよ。なんか日向坂46さんとかは結構フォーメーションで発表されたりするじゃないですか。ちょっとね、それがないかもしれないですね。でも集合とかで大体のフォーメーション、集合写真撮るときは大体フォーメーション、その順番になってるので、それで分かるかもしれない。嬉しいね。うん、
MCT オイル。今6通目。あ、ごめん。やっぱりユキボ。ユキボで決まり。おお、2月24の広島待ってます。確かに宣伝、そうだ、宣伝しなくては。それをすっかり忘れてた。もう久しく宣伝するの忘れてたから、宣伝にしよう。ちょっとカキカキしよう。ともさん、氷ありがとう。皆さんぜひ私のお話し会待ってます。明日オンコロライブも、池袋で無料のライブがあるんですね。皆さん無料で来れるので、もしお時間ありましたら ST4 オンコロライブで検索してみてくださると詳細がわかりますので待ってます。ちなみにライブは18時15分から18時45分なので、皆さんもしお時間ありましたらぜひ明日オンコロライブ池袋で会いましょう。東京の GBT お、ユミリンさんとかやんねーとか風奈々さん、衣装楽しみ。え、アリッコリー持ってるよ。え、私推しの人じゃん。私も推してくださってる方じゃない。ペンライトカラーは水色と黄色です。え、幕張福岡広島行く、嬉しい。一緒に遠征だね。一緒に遠征。お腹すいた。頑張ろう頑張ろう。カズさん、リコチロペンライトありがとう、嬉しい。明るくても目を凝らせばペンライトカラー見えますよ。うん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 、2階とかもあるからさ、初選抜です。ありがとう、押してカズさん、ペンライトありがとう。押すしかない。押すしかない。そうだね、お寿司さんと一緒の色だ。おー、3位、ペンライト楽しい。あ、お風呂で並べてますさんにしちゃった。まだずっとサンダル本当に振るの、すごい。今うちわとかもいいかもね。お腹空いちゃった。お、マイカ推しはいませんね。夕飯はサラダとバナナとヨーグルト食べました。お風呂で並べてる人になってる。おりちゃん、ペンライトありがとう。でもそろそろ、そっか、9時15分、30分ぐらいになったら私お風呂に入ろうかな。テレビのさ、番組とかでさ、私新曲の披露とかさできたら嬉しいですよね。でみんなにわーってしたいし、もしできたらさ、日向坂46さんとかなんかその現場でご一緒でさせていただけたらなって思うよね。一
ヶ月名前変えられないわけじゃないと思うけど忘れちゃってるねえ、楽しみ、早くみんなに見せたい。私がテレビ、フロリダする。ロリが星になるの、オーラ、え、バーストしちゃった。アリッコリー、セーフセーフ。ああ3位でした、フロリダ。じゃああと30分になったら終わります。ド M ステとは、 M ステとかねあったらさいいですよね、みんなとかに共演とかさ、すごい夢だったので私は、だったらいいけどね。終わっちゃうの？でもさ、私今日5時間ぐらい配信したいと思ってたからさ、夜のさ、ナイトルーティン配信し始めたら、もうこいつなどこまで配信してんだよってなったらどうする？限りなく暴れる、面白い。ドライヤーとかし始める配信をしたらさどうする？もうこいつ暇なのかよってなる。ドームステーションと、あ、ドームのこと、ドームのことか、ドームここでしょう。ド M ステーションここですか？ド M ステーションとは、やばい、どうにかしてここを出したい。バズリズムさんとかめっちゃ憧れですよ。しもちゃんち結婚して、はにゃはにゃ、なんやチコの湯するよこの後。揺れる揺れる、あーそっちかい。なちゃんコンコン、たい焼きありがとう。でも玄関とかも掃除できたからね。3位、コンコンたい焼きありがとう。明日は普通に8時から配信ですね。なんでこの子が初選抜なの？そんないっぱいおるの？え、どういう意味ですか？そうですね、結構メンバー48人いて、選抜メンバーって16人って限られてるので、今回がやっと実を結んだ時でしたねって意味。え、それとも大丈夫かな。本当私もずっと選ばれない時期が続いてましたからね。ともさん氷ありがとう。いい感じ、あ、出せる、出させて。
そう、16人、鬼滅メンバー基本16人って限られてるので、結構ね、そんな風にポジティブに捉えていいのね。今まで選抜じゃなかったのって意味だよね。そっちでいいよね、捉えて。今まで選ばれなかないのがおかしかったよねって、そういうことよね。そんな風に捉えて大丈夫ね。ね、でも本当難しい、それぐらい難しいさところに入れていただけたのだから、頑張っていきたいよね。ね、でもそれぐらい自分もなんか、なんだろう、そういうあれだったから選ばれないくて、なんだろう、どう頑張ったらいいんだろうって悩んでたからこそ、選ばれないメンバーとかの、言い方悪いけど気持ちもわかるから、だからこそなんか、その分その自覚を持って、責任感を持っていきたいなと思う。なんか本当精一杯頑張ろうって思う。でもなんだろう、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、すごい悔しい思いはね、すごいずっとしてきたからこそ、本当に今選ばれたことありがたい気持ちを持って頑張っていきたいなと思う。あっ、いただきマッコリーさんと当たってるよ。面白い、ノアピ推しも当てる。そうだね、そう、頑張りたい。そう、がむしゃらにね。でも TPO とかもね、わきまえていきたいよね。今七並べ中。でも配信は今まで通りいつもの私でいくよ。だってそれがいいもん、私だってコリーに敏感ですから私。今まで通り行くよ。配信は今まで通り、わちゃわちゃみんなとね、そう。次があるとは限られてないので、だからガムシロ、ガムシロップやん。そう、次があるとは限られていないからこそ、今いただいてるものをね、精一杯頑張っていろんな方にお返しをして、ケーテは帰ってきた、そう、その意味。大成する、大成する、どう、誰か止めてるな。OP さん、キノコありがとう。でもそうだね、今は選抜を楽しみます。わっ、やったー、1位になったー。旅行地メール追いついた、ご解説ごめんなさい、そんなことないよ。じゃあ1位になった、いい感じだし、壇上の方をお呼びいたしますか。一旦、あ、サイリウム1本使用で結構いい感じなんだ。
恩返ししていきたい。すごい、めっちゃやってるねみんな本当に。めっちゃ頑張ってるね。嬉しい。いい感じ。選抜に入ったらずっと選抜にいられるとは限らないので、この期間でも何9枚目のシングルの時に何か私が成し遂げることができたから、きっとこのね結果を出せたんだと思うから、今回もなんか次につながる何かを残せるように頑張っていく。え、5回4位は辛い。7並べはね、マイカ1位になったら焼肉が食べられるので、ぜひ工藤莉子のカードをぜひ並べてくださると嬉しいです。マイカーメンバーさんでも全然大丈夫です。お、6まで来た、やったねー、ありがとう。やった、1位。7並べ、え、ひなさん、すごい、ひなさんもやってるってメール来てたから。遭遇するコツ、時間決めて一緒にしよう。カズさんありがとう、ありがとう。でも GBT は結構してるのでね、目に焼き付けてね。カズさんありがとう、ありがとう。うん、頑張ろうね。10枚目シングルのお話し会とかも販売が始まってるので、期待か、リコチに会いたいって思ってくださったら、ぜひどこか来てくださると嬉しいです。オンラインお話し会と直接会えるお話し会は広島と大阪と福岡と東京で開催されるので、ぜひお待ちしております。草松ヒップさん、たい焼きありがとう。明日の工藤の日はオンコロライブがあるので、オンコロライブ頑張ります。ひとまずは明日頑張りたいと思います。ありがとう。じゃあ壇上の方をお呼びいたします。ありがとう、私の配信見てくれて。七並べしようね、当たろうね。じゃあ39位から、すごい長時間だったけど見てくださってありがとうございました。鍋さん、たらこさん、ほう、今日は秋のロールケーキの日、食べたい。ホワイトアチゴガチ、アキさん、ソラナルさん、サンパチさん、イタキさん、タカさん、キャスパー大君さん、マシャさん、フェリスさん、埼玉ハゲてるさん、修理屋さん、ハンズさん、フォーユーさん、リサーチャーさん、ハジスケさん、マニョチ、成田ナシン、あやとくん、ひなとトラさん、のりみょうさん、なべなべ所長、渡辺さん、アリさん、はしもっちゃんち、フリマロおバカさん、コンコン、ウッポさん、ストーチのひさまさん、小型ペンギンさん、せいじさん、そして本日の木本先生枠は小人先生です。ありがとうございます。ゆうややすくん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はバリーさんでした。バリーさん、ありがとう。そして第2位は福ちゃんでした。福ちゃん、ありがとう。そして第1位は浦部さんでした。浦部さん、パワーもありがとうございます。嬉しいです。ここからちょっと自主練とチコの湯していきたいと思います。長時間配信ね、見てくれてありがとう。40位、さすがです。すごい、約4時間も配信見てくださってありがとうございました。楽しかったです。でもそう、いろんな人が見に来てくれたので嬉しかった。七並べでもしたいこともさ、できたからよかった。本当、私やっぱみんなに見張ってもらわないとできないんだよね。ゆうやん、ファイト、ありがとう。おつっこり、みんなおつっこり、見てくれてありがとう。楽しい4時間だった。私もチコの湯と自主練パーティーしたいと思います。ズデさん、お疲れ、ありがとう。じゃあ皆さん健やかに。そう、明日は無料配信もあるので、私明日は随時ツイート告知していくのでよろしくお願いします。あ、コンコン、お疲れ、ありがとう。マリーさんもお疲れ、ありがとう、ありがとうございます。じゃまた明日配信で見てね。おやすみなさい。じゃあ健やかに、それでは行きますよ、せーの、えいえい、おー、健やかに、おやすちなさい。おやすち、寂しい、健やかに、えいえい、おー、えいえい、おー。
お風呂、えいえいお風呂だ。それではいきますよ、せーの、えいえいお風呂。みんな4時間もほんとずっとぶっ通しで見てくださった方とか、最後まで見てくださった方とか、ほんとありがとね。えいえいお風呂、にゃんにゃん。えいえい